じめまして、坂井神社と申します。名古屋社長に対抗して坂井人事や人事がやってると人事はやってます。で、実はその社畜っていうことも私大好きで、また社畜に食べられてる家畜の立場もどうやったらいいのかしらね。だけど日本の、ね、社畜って自称されてる方々は絶対に日本がスタックスしてるわけじゃない。で、本当社畜じゃなくて世界的にテクノロジーなんです。だからセテクって言うんですよ。で、そのセテクたちが、自信開発しないといけないと思いながらね、もう政治的な国の左の立場で忘れて、どっちにそこに回復せんとどうしようもないし。で、今日実は申し上げようと思ってた歌は1曲目は、まあ、レンコンに関するレンコン小町を歌ってたんですけど、そこで藤と藤ね、ブドウ、まあ、違います。それはね、富士、富士山の富士、かぐや姫で有名な富士ね。なんであえてそんな言い方するかというと、富士にかぐや姫を迎えに来たのは帝じゃなくて帝の兵隊さんでしたって言いました。それは富士、富士とブドウは違います。帝が一人かぐや姫を追っかけてきたら、かぐや姫は帝のものになったのは、かぐや姫の名字は富士原と申します。私たちは、藤原家と うちはお土と申しますけど、お土と藤原はもう縄文時代に大陸に渡りました。そして実は世界中に広めたある作物があります。それは実はブドウなんです。ブドウって実は日本が原産のブドウとかね、山ブドウとかね、あれを世界に広めて、今世界他の国の果物と思ってブドウが日本原産なんです。今度キリスト教というのは空爆されますよ。なんか皆さんその覚悟してくださいね。で、1曲目は富士と武道に対してそう、うちはね、このエタ、エタドイツ人はね、ゲルマン人はエタ、エタ、うちはエタ、エタ、エタのブラック大王でございます。お寿司がオーディン。で、藤原がフリック、オーディン、フリック。オーディンは水曜日のウェンズデーで、フリック、藤原の方は、フライドの方になってるんですよね。もう縄文時代もヨーロッパもできましたからね、お土と星原。で、ドイツではそういうことなんて知られてる。お土と星原は、オーディンフリックでございます。
思います。そんなもん売れるわけでね、まあ、ちょっと売れたお父さん天使がちょっと垣間見えたけど、そこはふっと話してお父さん、おめでとうございます。はい、天坂へオリジナル3曲、ゴミ嫌いソングのささらから、東日本大震災追悼曲海になって眠れ、それで最後は、天坂への結婚を、決意した要素のグランテ3曲。